ちです。ピピピース。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、2021年一発目の今月本気で買ってよかったものまとめの1月のお気に入りをやっていきたいと思います。今月私、ユニクロの購入品に、ゾゾタンの購入品に、あとコーディネート企画とか結構たくさんまでお洋服を今月ゲットしたんですが、まあ、その中でも今の寒い冬から着れて春まで長く使えるお洋服や、最近本当にゲットしたばかりで、まだ自分の SNS で一度も発信していないコスメにスキンケアなど、合計で7個ご紹介していきたいと思います。ぜひ今から春に向けての購入品の参考にしていただけると嬉しいです。それで早速動画、行くぞ。それでは早速1月のお気に入りをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちら、ででーん、今私が着ているこちらのスウェットでございます。こちらのスウェットは9点で購入したスウェットなんですが、デザインと色が可愛すぎて何色もまとめ買いした商品でございます。もう本当にこのスウェットのシリーズがお気に入りで、特にお気に入りのカラーがこちらのベージュでございます。ベージュアイボリーかな、ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、こちらにカラー表記は載せておきます。ロゴのカラーとね、スウェットのね、色合わせがすごく可愛くて、ロゴがねイエローになってるんですよね。この下の文字はココアっぽいブラウンになっていて、スウェット自体のカラーがアイボリーっぽい感じになっています。でサイズが小さいサイズと大きいサイズがあるんですけど、私はね大きいサイズにしたんですが、大きいサイズで私はちょうどいいと思います。この萌え袖でたっぷり着れる感じとか、ちょっとね丈が長い感じとか、部屋着で着ても私服で着てもすごく可愛いし、やっぱスウェットってお家で着てそのままコンビニに行けるっていうのが私すごいメリットだと思っているので、ちょっとコンビニに行く時とかもね、このねデザインがすごく可愛いので、友達がねお家に来てホームパーティーする時とかも周りとちょっと差をつけられるデザイン性がすごくおしゃれなスウェットかなと思います。ちなみに私はこちらのカラー以外、黒、グレー、あとグリーンっぽいカラーの合計4色をゲットしました。もう毎日着てます、ずっと着てます。次、お次2つ目はででーん、フィガスのパープルのカーディガンでございます。こちらのパープルのカーディガンは以前こちらの動画でご紹介したアイテムなんですが、色も形も最高なんですよ。まあ、こちらの商品についての詳しい説明はね、先ほどの動画に載っているので、よかったら概要欄から見ていただければなと思うんですが、まあ、私がね1月のお気に入りにランクインさせた理由としましては、やっぱりこう今の時期にニットカーディガンを買うって、冬と春の間の曖昧な時期なのですごく躊躇すると思うんですが、まあ、こちらのカーディガンはねアクリル 100% なので、ウールが入っていない分、春まで長く着れる、暖かすぎないっていうところがすごくポイントかなと思っていて、今はヒートテックなどに合わせて暖かく着れるし、春はまあキャミワンプとかに合わせてね春アウターとしても使えるし、またこの薄いパープルっていうのが春のトレンドになっているので、春を先取りできるし、今から春まで長く着れるっていう点を含めて、こちらのカーディガンを1月のお気に入りランクインさせていただきました。カラーはね3色展開で他にもあったので、ちょっとパープルが調整しにくいよって方は他のカラーを挑戦してみるのもありかなと思います。まあ、あと私がゲットした時に 60% オフですっごく安くなっていたので、今はちょっとおいくらになっているかわからないんですが、結構高頻度でフグシさんはセールをしているので、それを機にゲットするのもありかなと思います。お次3つ目はでねー、ユニクロのシームレスダウンの黒でございます。このダウンジャケット私びっくりするほど着ていて超お気に入りのダウンです。こちらのダウンは2021年の新年一発目に出したユニクロさんとの動画でご紹介したアイテムなんですが、私白と黒の2色持っているんですけど、今回1月のお気に入りに選んだ理由は本当に暖かいです。結構私いろんなダウン持っているんですが、もうこのダウン以外着れなくなってるぐらい暖かさがすごいです。でなぜこんなに暖かいというとね、普通はダウンってこうボンレスハムみたいになっているので糸が入っている状態なんですよね。なのでそのこう糸の部分から中に風が入ってしまったりするんですが、これはね縫い目が全くないんですよ。だからもう風が入る余地がない。まあ、なので1月になってすごく寒い日でもヒートテックにロンティーにこのダウンとか着て1日中出かけても寒くないし、むしろヒートテックなしで普通の薄手のニットにこのダウンだけで出かけても寒さを全く感じないくらい本当に暖かいのですごくお気に入りです。こちらのダウンを着用したコーディネートはこんな感じでインスタグラムにアップしているので、よかったらそちらも見ていただければなと思います。次、お次4つ目はででーん、こちらの GU の部屋着でございます。こちらの GU の部屋着はですね、YouTube では紹介していないアイテムで、毎日22時から行っているインスタライブにて、最近の GU の購入品紹介っていう感じで、生配信でご紹介したアイテムなんですが、この部屋着はどこからどう見ても、誰が見てもモテ部屋着です。このカラーの配色が結構バレンタインっぽくてすごく可愛いなと思って購入したんですが、全体的にはくすみカラーで、このラインの部分がね、ブラウンになっています。まあ、最近お家で過ごす時間がね、さらに増えてきて、お家で着る部屋着をね、すごく可愛くしたいっていう欲がすごくあっ
ってですね、お家の中でなんか可愛く入れると日常の自分のテンションがすごく上がるというか、寝る前までウキウキワクワクしていられるので、最近は可愛い部屋着をすごく集めているんですが、まあ、その中でもこちらの部屋着はね、カラーの配色がすごく可愛いし、まあ、女の子らしく着れるし、彼とのおうちデートとかにすごく最適な部屋着かなと思いますし、まあ、あとはなんといっても GU 様なのでお値段がすごくプチプライスですね。もう GU 様ありがとうございますというわけなんですよ。肌触りもすごく良くて着心地も最高なので、なんか可愛い部屋着が欲しいっていう方がいらっしゃったらぜひゲットしてみてください。で、そしてここからはコスメとスキンケアグッズをご紹介したいと思います。で、まず一つ目はこちらのロマンドのリップなんですが、最近初めて使ってみたやつなんですよね。こちらのロマンドのマットリップの05番でございます。このシリーズのリップをロマンドさんからいただいて、いろんなカラーを使ってみた中で一番可愛かったカラーが05番でした。要はこんな感じでオレンジ混じりの赤っていう感じなんですけど、このリップ何がすごいかって、私最近本当に冬場で唇荒れがすごくて、うるうるのリップをつけても乾燥しちゃって、もう皮がベリベリってめくれてきちゃったりしてたんですけど、このマットリップは塗って一日中つけても皮がめくれなかったんですよ。皮がめくれないマットリップってあるんだって本当にびっくりしました。それを痛感してから毎日このマットリップをつけています。私今もつけてるんですけど、本当にね、こう発色もいいし、つけると唇がふわっとなってくれるし、もう唇の皮がめくれないし、ヒリヒリしないし、乾燥が全然しなかったので、まあ、なのでこう唇がちょっと敏感だったりとか、マスク荒れてね唇が荒れてきたよっていう方で、マットリップをどうしてもつけたいよって方がいらっしゃったら、ちょっと試しにね使ってみてほしいなと思います。これはね9点で購入できると思うので、ぜひ9点でゲットしてみてほしいなと思います。お次がですね、私最近ねシカシリーズにすごくハマっていて、こうマスクでお肌がちょっと荒れてきた時にシカシリーズを使うと肌荒れが治るよっていうのを噂で聞いて、シカシリーズを使い始めたら肌の調子がすごく良くなったので、そこからハマっていろんなブランドさんのこうシカシリーズを使うようになったんですよ。特にいいなと思ったのがこのネイチャーリパブリックの、ね、シカシリーズなんですけど、こちらがクッションファンデで、こちらがねシートマスクでございます。私もともとこうお肌に負担をかけずにカバーできるファンデーションが欲しいと思って、オンディミネラルのクッションファンデーションをずっと使ってたんですよ。これはねずっと使っていて、みんなにずっと紹介し続けてたやつなんですけど、4000ぐらいして結構高いんですよね。まあ、なのでもうちょっと安くでお肌に優しい成分が入ったクッションファンデがないかなって探していたところを見つけたんですよ。こちらのクッションファンデはシカシリーズのクッションファンデーションになるので、私顎はちょっと最近ニキビで荒れたりしていたんですけど、普通のクッションファンデーションよりもお肌に優しいので、まあ、肌荒れしてる時とかにも使えるし、しかもお値段がね 2,3,000円ぐらいで、このオンリーミネラルより安かったんですよ。そこもすごく推しポイントだなと思って、最近は毎日ずっとこれを使ってます。でもう一つがネイチャーリパブリックのシカデイリーマスクってやつなんですけど、私もともとこのデイリーマスクシリーズは VT のやつを使っていて一箱使い切ったんですよ。で新しいの買ってみようと思ってネイチャーリパブリックを買ってみたんですけど、 VT でもネイチャーリパブリックでもどちらでもこうシカ成分は変わらないみたいなんですよね。まあ、なので保湿力とか香りとかそういうもので見分けていくっていう感じだと思うんですけど、私はね VT よりもネイチャーリパブリックの方が割と好みで、ネイチャーリパブリックの香りがすごく好きで、赤ちゃんの天然の優しい香りみたいなのがするのがすごく好きだなと思って、ちょっとネイチャーリパブリックに最近ハマっています。あとはね VT のシカシリーズよりもネイチャーリパブリックの方が保湿力が高い感じがしますね。まあ、VT は結構シャバシャバ系、シャバシャバシャバって感じなんですけど、こっちの方が結構しっとりしてくれるので、私は乾燥肌で、とにかく最近ほんとマスク荒れで乾燥が気になっているので、そういう点も含めて最近はネイチャーリパブリックにハマっています。ぜひお洋服にコスメにスキンケア参考にしてみてください。以上1月のお気に入り紹介でした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。ピピピシャン。まあ、おうちです。皆様見てくれてありがとうございました。今月のお気に入り動画、なんとアップするのが2月になってしまいました。今月と言っているけれども先月のお気に入り紹介になりますね。ねえ、すいません、あげるの遅くなってしまう。ということで今回たくさんご紹介したんですけれども、いや本当にね全部ね日々使っているものばかりだから、今買うべきというか春まで使えるから今絶対買っとくべきかなというものを合わせました。じゃない、集めました。なんかちょっと喉乾いてきたな、お水飲みたいな。っていうかさ、私今日の髪型さ、このおちょんぼテールすごく気に入ってるんですけど、どうですか。これ最近100均のねセリアで買ったゴムで、この服に合わせておちょんぼして髪の毛ふわふわに巻いてみたんだけど、いかがですか。いらっしゃいませ。ということでちょっと私の全体像を皆様にお見せしたいので、この画面は一旦たいと思います。それでは皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で会おうね。バイバーイバイバーイバイバーイ。はい、これを言ったらこの全画面になるので、わざと言いました、わざと言いましたよ。終わらせたいんじゃなくて、わざとこの全画面にしてから言いました。よいしょ、見てほら、おちょんぼちょんぼなの。可愛くないですか。このおちょんぼにしてふわふわにしてスウェットと合わせるというこのギャップの可愛さに私はハマっております。よかったらみんなセリアでゲットしてみて、このちょんぼちょんぼちゃん。可愛いよね。
ということで皆様、本日も見てくださってありがとうございました。2月も、ももちの癖が強すぎたチャンネルを、何卒、何によろしくお願いいたします。じゃあみんな、次の動画、あわねん。ピース。バイバイ。